今回はファミリーマートのタンパク質が取れるサラダチキンロールチリソース風ですね。こちらを食べていきたいと思いますね。早速切っていきますよ。断面ですけど、いい感じに卵が入ってますけど、チリソースも奥に入ってる感じですかね。こちらいただきたいと思いますね。チリソースのピリ辛感がまたいいですね。これ、あとこのチキンですよね。このほぐしたチキンが入ってるみたいですけど、これがまたいい相性ですね。美味しいですよ。いや、あとこのゆで卵もいい仕事してますね。いや、ちょっと値段は高めなんですけど、かなり高タンパクって感じですね。これタンパク質は取れそうな感じです。いや、チリソースも新しい感じで美味しいですね。ということで、今回このファミリーマートのタンパク質が取れるサラダチキンロールチリソース風をいただきました。ご視聴ありがとうございました。